シンプルなバージョンとモディファイしたバージョンのパピラプリザーベーションテクニックのビデオをご覧ください狭い歯間劇に斜めにカットし大きな歯間劇には水平にカットします前奏弁の強速フラップを挙上し強速を完全に露出します入刀の下をカットし 前層弁で絶速に居上しますこちらはデブライドメント覚醒をした歯根です真っ黒でしたよね絶速も見えますね歯根膜は少しも残っていません 歯の根栓も少しリモデリングして EDTA を塗布しましたアメロジェニンとバイオマテリアルを用いましたここで我々は症例を大きく2つに分けてみます1つは広い1壁性骨欠損ですもう1つは狭い3壁性骨欠損です1つ目は血平や軟組織の安定に限界があります 一方狭い三壁性の方は良好なサポートと安定性が得られますつまり一つ目は治療が困難で二つ目は治療が容易だということです囲まれた欠損と呼ばれる欠損は再生が容易でスペースの増大や欠併の安定が不要ですすべて揃っています それがその欠損の構造ですこちらはバイオマテリアルなしで行った再生療法から3年後の状態ですそして12年後です数週間前に撮影しましたしかし囲まれていない欠損の場合全く異なりますそれこそが本日のディスカッションのテーマですほとんどがホープレスな歯と言われます 広範囲な欠損と骨壁の欠如のため不安定なのですバリアを用いた適切な外骨格によるシステムのサポートが必要ですもしくは欠片を安定させそれ自身を含め安定した内骨格となるバイオマテリアルの欠損への使用が必要となります